マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるお悩みに、とにかく食べることが好きでなかなか痩せないというものがあります。また運動も頑張っているのにもかかわらず、なかなか体重が落ちない、おかしいななんてことありませんか？そこでこの動画をご覧いただきますと、根本的な太る原因とその解決方法がわかるんです。もしあなたが美味しく食べながらでも綺麗に痩せていきたいなと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せ体質になるダイエット法についてお伝えしていきます。話の内容はこちらです。1つ目、痩せられない人の特徴とは何でしょうか。2つ目、痩せ体質になる具体的な方法、解決方法をお伝えしていきますね。では項目の1つ目です。痩せることができない人の特徴、主に2つあります。1つ目、腸内環境が乱れているから。2つ目、空腹スイッチが乱れているからなんですね。一つ一つ見ていきましょう。まずこの一つ目の腸内環境の乱れがある方というのは、もうどんなことをね、頑張ったとしてもなかなかね痩せにくいということなんですね。イコール腸内環境が乱れたままの方は痩せ体質ではないからなんですよ。ここがポイントなんですよね。なのでちょっと食事を制限したみたりとか、一生懸命運動を頑張ったりとかね、いろんなことするんだけれども、根本的に体質が太る体質のまま頑張っても結果が出ませんよっていうことなんですよね。これとってもね悲しいですよね。って私こんなに頑張ってるのに、もともと腸内環境が太る環境を作っていたからなかなか痩せなかったんだっていうことにね、まず気づく必要があるんですよね。ではどうすればよいかというと、痩せ体質になるイコール腸内環境が整っている、これがねできればいいわけです。ですから腸内環境の中の腸内細菌たちのバランスがとってもとってもね大事なんですよというお話になるわけです。もしあなたが何をしても太っていてなかなか痩せないということであれば、まずは腸内にいるデブ菌と呼ばれるね悪玉菌たちをやはり減らしていく必要があるんですよ。でそれとは逆、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類とかね、数をやはりどんどんね増やしていかれますと、基本的にね痩せ体質に生まれ変わることができますから大丈夫ですよ。心配しなくていいです。一つ一つデブ菌が喜ぶ食べ物から痩せ菌たちが喜ぶ食べ物にねシフトしていけばいいわけです。例えばお野菜などの食物繊維がたっぷり含まれたものを多めに摂る、そしてプラス発酵食品ですね、納豆とか味噌汁とか、すでにお腹に入れる前からも一度発酵してあるものを摂ると、とってもね善玉菌たちが喜んで、しかも消化のね負担が減りますから、すごくねやはり腸内環境が整うものになるんですよね。でまた蜂蜜とか玉ねぎに入っているようなオリゴ糖であったりとか、そういったものをこうバランスよく摂ることがとってもね大切になってくるんです。でまたこういった詳しい腸活、要は腸を整えて元気にすることに必要な食べ物は、私別動画でもいっぱいねご準備してますから、この動画見終わりましたら先生どんなね食材紹介してるのかなって一つ一つチェックしてみてくださいね。かなりの量がありますから見応えがあると思います。そして2つ目です。空腹スイッチの乱れがある方、これは簡単に言いますと、お腹が空いてもいないのについつい食べてしまう方のことです。心当たりないですか？口寂しいとかね、なんかイライラっとしたらついつい食べることでストレスを解消してしまう、こういったことを続けますと、このお腹が空いたな、じゃあ食べようかなっていう、その正常的な味覚であったりね、お腹の空き具合がこう乱れてしまうと、もうとにかくね常に食べておかないと気が済まないっていうことに、ね、なってしまうんですよね。私も過去そうでした。なので今よりもね、なんとプラス10キロも太っていたりとか、太るだけで終わらずにものすごく体調をね崩してしまって、うつ状態だったんですよね。もう見た目もひどい、変形してしまって妖怪みたいな顔をしてたわけです。なのでそこまでね私のようにひどくなくても、やはりその空腹のスイッチが乱れてしまうと、お腹が空いてもないのにとにかくね
口にこう運びたくなってしまうっていう、そういったもう習慣がついてしまっている方っていうのはなかなかですね痩せることができないんですよということです。なのでまとめますと、なかなか痩せることができない方の特徴は主に2つですね、こちらになります。はい、ではここから項目2つ目のテーマなんですけれども、ではどうやったら根本的な痩せ体質に生まれ変わって、あなたは普通にね美味しく食べながらも自然と痩せることができるのかっていう、その方法をお伝えしていきます。それがこちらです。3つのルールだけ、たった3つです。これをまずはですねやってみましょうなんですよね。できますよ。できないできないっておっしゃる方はですね、できるんですよ。やってないだけ、大丈夫です。まずは3つ全部最初から難しいなと思ったのも1つでもいいんですよね。まずはルールの1つから確率にね1個ずつ消していくっていうね、これができたらバッチリです。ということで、まず1つ目はまずよく噛みましょうです。これはですね皆さんできるようになかなかねこうなかなかこうできてないところなんですよね、ついついね忙しくてガブガブって噛んでごくみたいな方が多い中で、だからですね食べても食べてもお腹いっぱいにならないわけですよ。だから健康的にきれいに痩せたいっていう思いがあるようでしたら、まず一口含んだらですねもう最低50回です。よく30とか言いますが足りません。50回ぐらい噛むとねもう自然と口の中からも消えてますから、もうそれぐらいね顎疲れるぐらい使ってください。もう小顔のね矯正になると思いますから、とにかくよく噛むことです。噛めばいやもうこんだけ噛んだってね結構疲れてきますし、量がね少量で済むようになりますから、大前提よく噛むことです。それだけで痩せたらいいと思いませんか。噛めばいいだけです。まずはね。そして2つ目です。お腹が空いてから食べていただきたいんですよ。なぜかというとお腹が空きますよね。でグーグーって鳴り出すじゃないですか。であお腹空いたと思ったら、そのグーグーって鳴った時からようやくですね溜め込んだ脂肪をエネルギーとして体が、あやばいそろそろ使わなきゃなってね思ってくれるわけですよね。それなのにせっかくその状態になったのにパッてそこで食べちゃうと、脂肪を燃焼する燃やすきっかけをねどんどん減らしていってるってことなんですよね。もしくはお腹も空いてもないのに、あ12時が来たお昼ご飯食べなくちゃってそのねばならないなってる方、これは間違いです。そもそもお腹が空いてないっていうことは食べなくていいわけです。体にとってみたら、いやまだお腹空いてないしってエネルギーいらないしって言ってるわけですよ。なのに朝昼晩と決まった時間にねお腹も空いてないのに無理やり食べてる方、こういった方はですねやはり太ります。なぜかというと体が必要としてないのに食べるからなんですよね。なのでそういった間違った習慣を持っていらっしゃる方っていうのは、やはりお腹が空いてから食べればいいんです。多少のお時間のズレはいいんですし、一食お休みしたら内臓も休まりますからね、そういったね休息日をね作るのもすごく実はね大事なんですよ。食べないよりも食べ過ぎてる方が病気になるってよく言われますよね。もちろん栄養は大事ですよ。けれどもそれ以上に食べ過ぎることでどれだけお体にとって負担か、イコール太るかっていうお話なんですね。なのでお腹がまずは空いてから、グーグーってなったらしばらく放っておいてから食べるっていうことがねとっても大事です。ただしお腹が空きすぎた時にですね、いきなりその後菓子パンとか血糖値が急上昇、それも食べちゃダメですよ。食べ方も大事ですから、ここはまずポイントは食べるその空腹スイッチをいかに正常に戻すかってお話をしてますから、何でも食べていいってわけではありませんので気をつけてくださいね。では3つ目、空腹感が消えたと思ったらもうそこで食べるのをやめることです。ここはですねとっても大事。そのためによく噛むことも必要なんですけれども、お腹空いたなって思って食べますよね、よく噛んで。そうするとしばらく経つとそんなにもうお腹が空いてないわけですよね。あなんかこうお腹が満たされてきたかなと思ったら、たとえご飯が残っていたとしてももうそこで食べ終わることを決めるんです。やめるってまずは決めちゃうんですよね。そうするとだんだんとあなたのその空腹のスイッチが正常に戻るので、あもうここまで食べたら私は大丈夫なんだってその感覚がですね身についてきます。ですから今忘れてしまってるだけ、大丈夫です。なので今もう暴走するその食欲をですね元の
状態に戻してあげるためには、この正常化ルール3つのルールをですね、まずは1つからでもいい、次できたら2つ目3つ目と、これをですねするだけで、あらなんか足りてるなって、私なんて前食べ過ぎてたんだってね、気づくことができると思いますので、ぜひ1つからでも良いので試してみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめです。まずは痩せるための前提の条件がありましたね。一つは腸内環境が整っていること、二つ目はその空腹のスイッチをちゃんと元に戻すことでした。そのために必要な具体的な解決策が3つありましたね。一度に3つはね、ちょっときついかもしれません。わかります。全部ね、頑張らなくても良いです。まずは一つから、絶対今日はね、この食事の時にこれするぞって決めてから召し上がってみてくださいね。そうすると何を食べてもですね、まあ、その腸内環境が整うものを食べれば、もう食べても食べてもそんなね、太ったりとかはしなくなる、そのご自身の空腹スイッチを持てば大丈夫ですので、ぜひ取り組んでみてください。それではこの動画のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。